よし、電車始めそう。集まれ、みんな集合。よし、全員集まってるだな。通常電車開始。サボってる人がいたらバンバン注意していいっすよ。はい、みんなして。この墓まで。もうきっぱり運動できる側とできない側で分かれてるね。みんな、社会対策の体力作り、特に実況がとっても大事なんだ。しっかり仕込んで実力を身につけよう。キャプテンしてるね、天馬。頼もしいな、ほんと。この歯痛い。この歯、受けても大丈夫。自分のペースで最後まで走り抜こう。もう付き合いよ。はい。髪切れてるよ、大丈夫なんか。髪カットされてるよ、なんか。綺麗に垂直狩り。ビーチフラッグみたいなの。だって、飛び込みの練習してる。比較的、真面目に取り組んでますね。うん。ですが、とても日本代表の練習とは思いません。夢に興味深いですが。お前も一緒に来るか。フレーバー監督はただ見てるだけなんや。一旦休憩でーす。いや、なんか元気なマネージャーの方が個人的には好きやな。お、またとき。お疲れ、またとき。さっきの足、忙しいだったね。さすが陸上部だ。そう、走るの好きなんだ。そうか、俺もだよ。まだ来て一緒に走ってた、なんか向けられないと思って、どんどんスピードアップしてた。ひょっとしたら、このスピードが正しい必殺技に繋がるかも。必殺技って、それでできるの？一つだけよね。でも、これで本当に必殺技ができたら、また敵のおかげだな。これからも練習頑張って、もっともっとサッカー負けだろうな。ああ。そしたら、また後で。また時なぁ。すごい性格良さそう。優しい感じやな。まあ、疲れてる。おぉいいやつだなって言ったら先にこれかよ。ああいうやつ、信用できないんだよな。いや、やっぱ表面上だと思ってる。まあ、疲れてもここの底からそう思ってるからな。それでは、ここからは実戦を交えて練習に入る。お、なんか敵キャラ、いかにもね、敵キャラっぽいキャラつきだな。君たちには、こちらで手配したチームとサッカーバトルをしてもらう。いきなり実戦か。サッカーバトルって何？んそんなことも知らないですか？サッカーバトルというのはですね、学びは知ってるんや。さすが出たけど。フィールド上でバトル挑まれると、サッカーバトルに突入するぞ。5VS5 人の岩戸景色で勝利すると経験者1000人が手に入るんだ。サッカーバトルに進めば、仲間のメニューの先頭にいる5人。今、コノが入っているような。フォーメーションやポジションは、作戦のメニューの中にあるサッカーバトルチームで編成可能だ。だって、それでは準備ができて、サッカーバトル開始だ。よし、バトルしようぜ。バトルでやろうぜ。メイミーの作戦が使えるようになった。なんかこの作戦でメンバーを入れ替えることができるわけですね。一回ちょっと見てみようか。コノハがね、いるんだよね。まあ、みんな多分レベルあんま変わってないから、ステータスはあんま変化ないと思うけど、どうしようかな。あれやもんね、ディフェンダー、いる？もういえ、ぶっちゃけ今の状況だったらなんか、攻めた方が早い気がするんだよな。で、ちょっとレベル多分上がると思うから、ちょっとね、入れ替えよっか、まただけど。もうなるべくね、攻撃的なサッカーをしていきたいなって思ってんだね。行っていきましょう。この星ついたやつは何なんだこれ。あれかね、移動メンバーだったかな、確か。控えがこんなにあるんだ。すごいな。いかにもメンバーがいっぱいできそうな感じするけどな。じゃあ、これで行きましょうか、とりあえずは。まあ、ね、最初の方だから多分、あれやろ、余裕できるやろ。相手がね、そのジャパンダーと手加減はしない。キックオフや。多分そんな強くないと思うんだけどな。技とか相手使ってくんのかな ?VS。なんかあれやん、みんな髪が全体的にトゲトゲしてんやな。小さいスタジアム。みんななんか髪型ビービーしてんな。公式試合ではない、サッカーバトルな、化身は化身ハムとか使えるぞ。お、天魔とかね、使えるか。化身はオーラと呼ばれる力の一つ。下画面のオーラボタンを立つせばオーラメニューが開くんだ。化身を閉じてる選手なんで、発動を選ぶと化身発動だ。化身発動中は選手が大きくなって、大きく上昇するぞ。さらに、化身アーム、お、アームもできるんだ。アームと立つことで化身アームの状態にもなるんだ。一応これかな、前作とかのクロノストーンとかのあれですね、状態を引き継いでって感じですね。化身アーム中は少ない KP 消費で選手を必殺技使用することができる。ただし、強くない時は化身必殺技や、化身の元スキルを発動しないので注意。アーム中は KP がどんどん減っていくので、使いどころをしっかりと見極めよう。これはどんどんね、使っていけば損失になれると思うんでね。そこはうまく使っていきましょう。これ最初の時ってこれなんか、アクセスはできないのか。あ、誰が蹴るとかを決めるんだよね。じゃあまあ、とりあえずもなんか、最初テーマでいきましょうか。
今何が起きた？右。オッケーオッケー。とりあえず棒を取っていこう。相手強いね。いいね。やり。まただけ頑張れ。ああ。フィシカル。フィシカルで負けたと。やばい。やばいぞ。振動。ナイス振動。パス。いや、なし。これなし。とりあえずこのまま突破してもらおうか。とりあえず突破してもらおう。ナイス。撃て。もう撃つぞ。技。あ、剣は決心つかないんだ。あ、真ん中にあるね、これ。風林火山か。だから、火属性だから、あ、まあ、関係ねえか。なるほどね。じゃあ、とりあえずデスドープでいきましょう。これちょっと確実に勝っていきたいんでね。デスドープ。デビルファーストとか、なんか、俺も剣の生技あるけどね、そういうのも使うようになるのかな。相手技とか、あ、使わないんで技。やったー。やばい、まだちょっと最初のスタートの仕方が、いまいち理解しきれてないけど。よし、ありがとうございます。まあまあ、最初はね、これで負けたら、ちょっと悲しいよね。あ、レベル上がった。イビキのレベル上がったね。また滝と、スポーツウォーターか。あ、これでお金も手に入るんだ。なんかどっかのエリアとかに出てくるやつとかなんかね、経験値高い選手とかいそうやけどな。よし、そこまで、サッカーバトルの感覚はつかめたと思うか。みんなしゃ、稲妻ジャパンだ。サッカーバトルで呼んでくれるものも多いだろう。積極的に相手をすれば練習にもな。頑張りたまえ。そんなポケモンの草むらみたいに出てくるんやね。はい。よーし、やったよ、それ。熱血ポイントとは、お金を2回ものに使えるポイント。回復されたのは様々な場所で使うんだ。熱血ポイントは、サッカーバトルや試合のご褒美として手に入るぞ。それでは、次の練習メニューです。まだやるんですか？ハフーその、もじもじすんな。トイレ行きたいのかな？青いなぁ。お疲れ様でした。今日の練習は終了です。葵が仕切ってんじゃん、全部。この程度で。皆さんには今日からこのサッカーガーデンの宿舎で寝泊まりをしてもらいます。それぞれの部屋が用意されているので、宿舎からホームエリアで向かってください。サッカーバトルや試合に参加した選手の GT や TP が入っていたら回復されているわけですよ。ネクストポイントを払えば仲間全の GP と TP が一緒に完全に回復するぞ。あ、回復し、さっきの試合で使ったやつとか回復したいのかな？ちょっと待って。あ、ほんとだ。次のやつ回復してねえな。じゃあ、なるべく、こういう時は少ないやつで、行きましょうか。あ、で、これなんかコメント増えましたね。お、なんか、話してる。詳しく当てる回数ね。みんな、何か書いてみよう。私、一番。あ、あれじゃん。初コメ、みたいな。一コメ、みたいな。扱いっこ、できてる？あ、先起こされた。うん、二人ともちゃんと書けてるよ。わーい、ウフリレオ。え？あれ？なんか仲良くなってねえか。いいね。これからね、暗く共にしていく仲やからね。一緒にね、楽しんでいこう。まさか絵文字、文字化けしてる。対応したいの？うん、調べてみよう。絵文字対応したいみたい。早っ。がっかり。遊びに使うものではないぞ。しんどい。ここはね、ここは、まあいいんじゃない別に。ここは楽しくやっていこうぜ。みんな、みんななんか、こういうなんか、うち個性が出るっていうかね、そのキャラの良さっていうのが、もう、あれやね。ドラクエみたいになってるな。ホームデーで向かえばいいのか。クレア監督なんか喋ってくれるかな。今日の練習は疲れてるぞ。あ、クリアするも一本どうだ？この、モアイみたいなね。実に興味深い練習だったわ。あ、どっちの意味でですか？それは。いい意味でですよね。サッカーバトル仕掛けてくる者がいた、刺激的なティーナムだぞ。いいね。じゃあ、一応ね、休んでいきましょうか。クレア監督のなんか、もうちょっと仲良くなりたいな。私の好きな女優は広瀬すずだ。ちょっと恥ずかしそうにね、顔をあからめながら、ああ言ってしまった。私の趣味が。いや、なんか黒田監督は結構ね、最初はね硬いけどね、仲良くなったら結構話してくるタイプかもしれんからね。僕の良ければ IT などサッカーバトル世界サッカーバトルしたい。よし、ちょっと最初のね、なんかタッチしないタッチのやつがね、だからあれですね、いろいろ。あ、なほや、もともとは先に相手がボールを持ってるやつなんだ。へい。アタック。とりあえずアタックをしていこう。右。なんか大体の確率なんか合うよね。間に合え。あかんか。間に合わんかった。いるね。ダメ。ナイス。お、いいね。どうしようかな、これ。普通のパワーシュートで行ってみるか。
いけるこれで。66。ナイス。でも最初は普段はもうこういう普通の系でいいか。いいね、いいね。だからこの辺はちょっとレベルとか上げててね。レベル上げにも使っていきましょうか。よーし。OK。いいね。結構早めにバトルが終わって。いいね。さあ、少しずつね、どんどんレベル上げていこうね。いぶきはもうね、キーパーだから、必須だよね、レベル上げは。その際のカバディでも活かさないか。カバディ、カバディ、カバディ、カバディ。カバディ、カバディ。カバディな。カバディってなんか特組合のスポーツだったっけ？なんかこう、高校の時に友達がみんなやってた気がするけど。なんか風呂場とかで特組合とかしててね。すごい、ガチャガチャしてましたけどね。いいね。この矢印の形とかなんかヨガウォッチ思い出すな。お、イベントが動き出したね。何もいじってないです、僕。青江が歩いてるな。おー、いいね。綺麗な海と、綺麗なボート。あ、ここ、この中までサッカーある、サッカーコートあるんだ。ここにもグラウンドがある。いい眺め。ここはヨットハーバーグラウンド、サッカーガーデンにある2つのスタジアムのうちの1つですね。天候に関係なく練習ができる、あ、やない、屋内型のシーサイドスタジアムと使い分けられているようです。お前もうそんなことも調べてるのか。すごい、さすが、調べは十分やね。宿舎のあるホームエリアのゲートはこっちです。皆さん、行きましょう。行きましょう。あ、お前、私とサッカーアウトする負けないよ。強そうやな。なんか赤いコートみたいなやつ被ってたんかな。テシー川だ。スリル。すごいな。髪型、その学校でいじられないのかな。あえてかい、テントで。すごい髪型なんか。手入れ、その、髪に命かけてるタイプの人たちやつ。いいね。それは個性だからね。大事にするといいさ。左。ナイス。ナイス突破。もうちょっと近づいて、打って。でもちょっとデスソードも見てみたいとこない？見てみたくない？というわけで使いましょう、デスソード。うん、この初期のね、ダイモンといざこざがあった頃の剣はよく使ってた技ですからね。ナイス。ヘイ。ナイス。このエドワード写真とか撮れるのかな？いいね。おい、ありがとうございます。これで、ね、もう経験値は。経験値これでレベルアップするかな？あ、しないか。打線。うん、なんかレベルアップするのも結構なんか時間かかりそうだね。こうだって負けないんだから。だからまあちょっと裏でできるだけやっていきましょうか。レベルアップとかは。どうしようかな。一回回復させてみるか。何ポイント使うんだ？ネクストポイント使って CP と TP かけていきます。15ポイント。あ、それぐらい安いものさ。あっという間。わざわざ言うんやな。ありがとうございます。あ、すげえ、なんか皮流れてない。まあ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 。よく来たね。よく来たね。わぁ、せぇ。おのこしは許しまへんで、タイプじゃん。紹介するね。この人は私たちがお世話になるホームエリア管理人の。また、静めだよ。ひどい枠来たな。あんたたちはすまみね、どのまみねじゃないのよ。この件と抜けたら宿舎があるからね。宿舎が。そこに、それぞれの部屋があるから、まずは、ほら、自分の荷物置いといて。その間に、おばあちゃんが夕食の準備しておくから、しておくから。ほら、行った行った。同じ言葉を反芻する趣味があるらしいですね。あ、はい、ありがとうございます。どうやら、俺と新田さんとテーマは同じ宿舎のようだな。それじゃあ、私たちはこれで、キャプテン、新田さん、続きに、お願いします。お疲れ様でした。女子と男子は別々なのかな？関係ねえか。そこはちゃんとね、分けないとね、後々問題が起こりますから。テーマたちの部屋がある1号棟はここから出て北西にある建物よ。他のみんなも自分の宿舎にいるみたいだから、1号棟へ行く前に会いに行ってみてもいいかもね。いいね。だから僕の中には、バイナクリームドーナツ。普通に入って、ね、いるんだね、みんな。買い替えても試合中にも使う。どれが回復するかっていう大事な情報は、アイテム説明書かれているから、まあ、それを参考にすればいいんだけど。俺やっぱ君なんか気にしないで、自分の好きなもの、美味しそうなものを回復するのが一番だと思うんだよね。わかるー。私はクロワッサン食べてるの。だって回復量が少ないんですもの。そして、それは回復量が少ないってことは、それだけ低カロリーってことだね。あなたたちみたいなパワフルな中学生はその時に節合カロリーなものを食べまくればいいと思うけどね。ショートケーキとか家系ラーメンとかね、いっぱい食べればいいと思いますよ。カーデンカフェ、ご注文はいかがいたしましょうか。コーヒーしか持ってないからね、ちょっと、TP はめちゃめちゃ使うからね。ちょっと、いただきましょうか。なんか、運動するときにはビッグサンドの方がね、なんかヘルシー、ハムとかね、サラダとか入ってるやつがいいですかね。じゃあちょっとここだけ買っときましょうか。
一応熱血モードで回復できる分だけは持っておきまして。ヤジャパンの皆さんは特別な成績不要でスタジアム特段のご利用いただけます。精一杯サポートいたしますので世界大会頑張ってください。お姉さん、さっきこの前エキシビションマッチしたんですけどね、ダイモンド帝国2対7、なるほどね、いろんなコーナーがあるのね。で、こっちは誰がいるんだ。これで自分たちの日が結構セキュリティが暴れられたけどな。入ってせめてなんかドアとか壁が欲しいとこやけどね。やっぱ自分の部屋があると落ち着くすわ。関西人みたいな、わかんないけど、俺の知ってる関西人がなんとかすとか言ってたからな。いぶき、おい、妖怪な出てけ。おい、本とか隠してんじゃないか。まずベッド下から探索や。よし。じゃあまずは、ここはなんか大会系の部屋だな。なんだ、勝手に入ってくるなよ。うわー、すげえ。すごい引き締まってるね。待って、カメラ入れてきる。すげえ、大量だって。ザ男って感じやな。ヒロアカの手つかのみたいな。いいね。あ、こっちだよ、もうだんのや。待って、これちょっと女の子の部屋とか入れんちゃう。ちょっと行ってみようか。どこにいるかわかんないけど。真ん中こういう感じになってんだ。またとき、お前の言ってたもんな。自分の部屋か。なるほどね。多分家って自分の部屋とかないんだろうな。自分の部屋ないとね、だいぶきついもんね。あ、気が合いそうな二人や。僕の部屋はこの端っこみたいだね。真鍋くんのお隣さんだな。僕は一人でゆっくり過ごしたいんです。勝手に部屋に入ってこないでくださいよ。自分の時間を大事にするタイプね。いいじゃないの、そういうの。お、子供が走ってるね。いい元気。おいで、大きくなったね。電車になりたい。よし、電車になりたいか。トランスフォームするしかないな。あはは、これはイナズマジャパンの皆さん。どうです、見てやってください。うちの子もね、こんなに足が速いんです。それが弾丸ですよ。これはもう弾丸、あるいはマグナム。将来はきっと有名なサッカー選手になること間違いなしだという系だと、そう私は確信してるんです。ははは、この子もなんか電車になりたいって言ってますけどね。ちょっと、なるべく丁寧な育成をご期待しております。見てごらんなさい、そこのハート。あなたたちもわかるかしら？うふふ、きっと愛を語り合っているのよ。ほんとかな？お豆食べたーい。お豆食欲しかないらしいっすよ、こいつらには。よし、こっちも行ってみようか。女はいた。いた。桜発見。あれ、キャプテン、レディの部屋に勝手に入っちゃダメですよ。至極真っ当なことを言われたな。うわぁ、かわいい、このゾウさんとか。黄色いゾウの写真を手に入れた。あ、待って、そういうのもあんの？集めた、なんか、かわいい。あー、やっぱなんか、かわいいもの好き系なんだね。UFO キャッチャーとかうまそう。あ、ごめんなさい、また入ってきた。なんか、こういう写真なんかね、なんか集めた方がいいかなって思ってるだけでね。特にそんないかがわしいとか意味はそういうわけないんですよ。はい、失礼しました。はい、よそ者はね、退散しましょうね。なんか、結構そういう写真とか集めたなんかあるのかな。今部屋でみんな休むかな。みんな休みてみるのもいいかも。結構みんな見てみたけどね。これで全員かな、一応見れたのは。よし、じゃあ行きましょうか。ん？天下無双？天下無双。さすが学校を束ねてる人っすね。うっす、天下無双っす。よし。今日はもうとりあえず休んでおきましょうか。早っ。手も早っ。もう震度の部屋って分かる場所があったな。すごいね。ピアノも弾けて、スポーツもできて最高やな。ここは俺たちの宿舎か。なんか見ないとまなって、ちょっとワクワクしますね。修学旅行じゃないんだぞ。荷物置いたら夕食だ。行くぞ。さあ、食べよう。天馬、次、夕食休んだら一緒に来てくれ。はい。なんだろう。今後の好きな女の子とかかな。新しいマネージャーどうなんだよ、みたいな。いや、俺は結構ショートカットの方が好きだな、みたいな。緑、ダイモンの3人を見てると楽しいです。お、なに、感情を失ったこの子。これが楽しい、みたいな。そうか。ええ、特に3人、性格クソ悪いな、こいつ。3人の苛立ちが。ゆえに、ほら、来ましたよ。あ、なるほどね。なんでこいつは8人何なんですか、みたいな。監督、代表選考やり直してください。今のチームでは勝てません。代表の選考、最高はない。お前たちには奴らの潜在能力を引き出してもらいたい。潜在能力？何のことやろうな。なんだ、あいつらも練習に来たのか。お、いぶき。やっぱスポーツマンだね。
分析を食うなんて。監督がそうまでしてあの8年を評価する根拠は何ですか。正しい根拠を言え。いや、聞くまでもない。監督がそこまで言うなら幸せで俺ら3人でやります。おう、3人でか。フォワードは続き、ミッドフィードはテンマ、ディフェンダーは俺がやります。ゴールキーパーいない。敵のシュートは俺が防いで見せます。うん、そうじゃないんだよな。好きにしよう。あ、好きにしていいの。ナイスモア。なんかサングラスのそういう黒いところがそのモアイの目のあの彫りの深さに見えてきてさ、マジでモアイに見えてきたわ。シンドさん、3人で試合でなんて。監督がサッカーを怪我している。あんな初心者の集めで試合に勝てるはずがない。うん、潜在能力。ふざけるな。今の全部機械、あ、望み聞きしたな。盗み聞きやった。お、いぶき。シンド、お前がシュート打つくだと。ふざけるな。キーパーは俺だ。笑わせるな。お前はシュートだ。なんだと、プライドっていうのがあるかな。ち、いい、そう言ってあれば今のうちだ。俺は練習に来たんだ。続き、シュート打ってくれ。いや、俺が打とう。何？俺のシュートを止められなければ、次のシュートを止めるなど不可能だ。うん、いいだろう。お、いいね。でも野心に燃えてるからね。伸びしろがあるよ、伸びしろが。近っ。こう見えたら近いな。うん。さあ来い。必殺シュートでやってもらうか。俺たちも。お、わざわざパス、天馬からパスをね、やってもらって。てーん、てん。いいよね、この音楽。パンチングじゃ無理だよ。地味にフォーティッシュも初めて見たな。望み通りのものを打ったぞ。いぶきどうだ、どんな気持ち。いいね、もっと来いよ。お、燃えるタイプね。うん、しんどさん、いぶき、いぶきいいね。いぶきいい性格してるわ。もうスポーなんかね、くじけない、私諦めへんみたいな、いい感じ。うん、いい天気、今日も絶好のサッカー日和だ。それにしても昨日は夜なんかよく眠れなかったな。やけに早く起きちゃったし。そうだ、気分転換にちょっとヨットハーパーグランド行ってみよう。あそこ休みしたらきっと気持ちいいよな。よし、一番乗りやな。朝のランニングって気持ちいいっすよね。なんかな、冬とか、まあ冬はすごい寒いですけどね、その寒さの中でね、走って朝から体温めると本当に健康的ですからね。あ、猫ちゃん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 、眠い。口悪いの。眠いっすわ。お疲れ様です。ヨットハーバーグランド行きましょう。誰かいんのかな、戦略とか。ん？なんだなんだ。あ、走って走ってる。あ、まただけだ。追いかけてみようぜ。あ、すごい走る。おい、まただけ。大丈夫。信用されてないですけど。まただけ、この朝やからトレーニングなんてすごいね。いやー、目が覚めちゃってさ、しかし合宿始まる前にウォーミングアップしておこうかなって思って。やる気十分だね。サッカーの練習はどう？面白い？そうだな。陸上で鍛えたものがサッカーでも使えるような使えないような。まあ、速さがね、つかもう体ができてるから、あとは覚えるだけだよ。ただ、このチームでの俺の役割は分かってきた。役割？俺の足で相手を突破すること。そうか、そうだね。陸上は人の競技だ。見なきゃいけないのはゴールだけだろ。でもサッカーは違う。見なくちゃいけないものがいっぱいある。そこがまだないないな。そっか、俺もさ、初めは俺はドリブルしかできなくて、その時足元の棒だけ見てたんだ。でもさ、ライモに入って進藤さんや続きに出会っていろんなものが見えてきた。そしたらもっとサッカーが好きになった。好きになったら今度はサッカーが答えてくれるよ。上手くなることは好きになることだ。サッカーと一緒に笑おうぜ。そうか。あ、もうこんな時間だ。シーサルスタジアムに行かないと。またげ、今日も練習頑張んな。あ、大丈夫か。あ、よかった。ああいうのややわ、みたいな感じ言われなきゃよかったわ。まただけちょっと裏あるの怖いな。お、バトルしましょうか。サッカーバトルですか？お相手いたしましょう。やろうぜ。サッカーやろうぜ。もう、稲妻ジャパンキャプテン直々にね、言ってやるわ。つけまつけやるじゃん。チュラかわいいな。これなんか仲間だからできないのかな？チュラだ、チュラ。つけま。つけま。つけまのつけまをへし折ってやろうぜ。よし、もうヤンキーやな、やってることが。右、かっこよ、相手の髪。それなんかテンタ。テンタ、名前かわいいな。なんかさっき右上にシュートパワー39とか書いてあった。トータルパワー関係ねえか。オッケーオッケーオッケー。こういうのはやっぱ属性とか関係してんのかな。
いいね。なんかずっと続きでやってるけどね。なんかテーマとかにもチャンス与え、チャンスっていうか、なんか活躍の場見せてあげたいですけどね。今んとこあんまり見せてない気がする。サビだ、ペンだと思ったんだけど。なんだ、装備品かな、錆びたペンダント、暴風に錆びついているが、ケアカサを失っていないペンダント、不屈の精神ってやつですか。じゃあ、ちょ、手前つけ、あ、ごめん、みんな本つけちゃった。まあいいや。ライモン手術。ああ、そういうことね。聞くと、まあ代表だよな。まあスピードも大事やから、ちょっと普通にこれでいきましょうか。結構なんか、ステータスのプラス1が結構かわいそうですね。僕でよければ相手になろう。あ、なんかこれ連チャンできるんだ。これさっき戦ったやつだよね。うん。さっき戦ったやつだよね。あ、いな、い、違うか。違う？やばい、ちょっとマッハウィンド使おうぜ。マッハウィンド使っていこう。これかっこいいよね、マッハウィンド。シンプルだけど。なんか単、こういうね、エフェクトが派手なやつが好きっすよ。相手なんか技とか。相手のキーパーの技とも勝負したいな。今んとこ相手がパンチングシュート使う。防御しかしてこんが。キーパーダンスな。恐竜じゃねえ、真相のダンスを打てたけど。いいね。レベルアップしましょうね。テムたちやっぱ全然レベルアップしないね。まだまだあれやな。テムたちでもレベル10やったからね、最初から。そのサイド、カバディでもいかせないか。カバディ、こいつも戦いんだ。サッカーボーラーじゃん。なにこれ。あ、なんか、ありそう。どっかに蹴ったら。ゴールって、ね、何があんの、なんか起きる、いや、なんもないんかい。撃っただけ撃った。あ、消えたわ、サッカーボール。ごめん、サウダーパドをしちゃって。いいせ、ずたすたにしちゃって。サッカーはずたすたにするもんじゃねえけど。そんな、ヤンポールでね。やっぱなんか、面白いね。福道ってそのままのやつおったけど。ナズマイレブンって本当にキャラが個性豊かでいいよね。本当に。パス、ナイス。よし。じゃあ普通にパワーシュート、あ、でもベースパワーが66だから、相手の方がちょっと強いな。この C って何？ C って。わかんない。あれかな？チェインかな？ミーの稲妻イレブンでもありましたもんね、チェインとか。で、ソウル。OK、アタック。いいね。相手普通にパンチか。うわぁ、取られた。マジか。ナイス。ん？取られたか。よし、自慢の速さ見せたでいい。いけ。あ、まだか。まだまだ。やばい。これ意外とこの入るかもしれんな。もしかしたら。いける？あ、オッケーオッケーオッケー。ベースパワーは結構ね、キーパーの方が高いですから。じゃあ次ちょっとデスドープレイ行ってみようか。技は。よし、行こうか。ナイス。あ、見つた。もう、ちゃんとね。ちゃんと移動させないと。オッケー、いけ、頑張れ。またたき、いけ、後ろ。ダメか。あ、ちょっとさっきより強いな、パンチ。でも、蹴れば蹴るだけね、結構上がりそう。いけ、ナイス。行こう。いけ、相手遅いぞ。相手遅いぞ。よっしゃ、フォルテシモ行こうか。自分で出すフォルテシモ。これね、ピアノ。でー。今夜音楽もちくちゃ。せーの、て。フォルテシモ。フォルテシモってどういう意味だっけ？クリティカル ?153。相手強すぎじゃね？相手が強すぎるわ。なんか基本的になんかいいですね。じゃあ今度ちょっとデスドープで行きましょうか。なんか突破できるよ。いいね、いいね、いいね。と、次強すぎるわ。撃て撃つわ。よし、デスオープ。クリティカル出すなよ。あれ、クリティカルめっちゃ怖いな。3桁台言ってたよ、あいつ。でもこっちも3桁台。いいね。いや、マジで、続き手法やな、マジで。ナイス。マジか、デスソード止められたか。いけるやん。いいね、楽しいな。いいね、なんか、シンプルなシステムだけど。なんか、ね、楽しそう。パンダウェア。なんかレアアイテムそうな感じするけどな。いいね、息吹がどんどんレベルアップしていくわ。技とか覚えてないからさすがに。おしゃま負けたと。そんなバカな。仲間。あ、そうだ。なんかさ、オラオラメンチ覚えてたよね。トリブル技なんだ。技。
オーラってなんだ、オーラって。オラオラメンチ。田舎は、すごい、サッカー関係ないよ、これ。装備はいいや。技。ドリブル。あ、そういうことか。あ、技の設定、あ、レーターマシンペガササーク。こいつ強いんだよね。いいね。あ、なるほどね。この3人はとりあえずなんか、そういう技とかいろいろ使えるんやね。いいね。で、ランスロット。ランスロットこれな、子供の時めっちゃ好きやったな。やっぱこういうね、こういうのいいんだよね。だけどパンダウェアとか着れるかな。パンダウェア、俺たちがあれか。みんなで、あれか、着れるやつか。いいね。まあ、とりあえず、普通このまま行こうか。とりあえずこのまま行こうか。まあ、ちょっと試合とかね、そんな、チームの戦術とかも詳しいことはね、あまり自分も分かってないんで。じゃあ行きましょうか。スタジアム集合しましょう。